小林ミノは日本の騎手、競争場調教師、兵庫県出身。第二次大戦中の1944年に騎手デビュー。戦後、トラック王で1951年の菊花賞と1952年秋の天皇賞に優勝した。1964年に騎手を引退し、調教師に転身。1970年代より、 関西の有力調教師として定着し、1996年の東京優秀に優勝馬フサイチコンコルドを代表として、数々の活躍馬を輩出した。中央競馬通算5525899勝、内重賞51勝。最多勝利調教師4回、最高勝率調教師、最多賞金獲得調教師、優秀技術調教師、各1回。 父は、騎手、調教師の小林光夫さん、実弟、小林勲も騎手であった。1926年、東京府東京市の目黒競馬場で騎手を務めていた、小林光夫さんの長男として生まれる。間もなく三遊三は拠点を、兵庫県の鳴尾競馬場に移し、以後小林も同地で育った。幼少の頃から、将来の目標に騎手を志していたが、 小学校教諭の説得もあり、尋常小学校卒業後は一旦、旧正山崎中学に進学した。しかし、結局3年次で渋滞し、同1942年、京都競馬場で厩舎を持っていた父の下で、騎手見習いとなった。1944年に騎士免許を取得。しかし、折から戦況が悪化していた太平洋戦争の影響で、競馬は、 馬券発売のない能力検定競争として施行されており、翌1945年には競馬開催が休止となり、小林は岩手県滝沢村へ他の旧社関係者と共に疎開した。戦争終結後、1946年秋より、競馬は国営で再開され、小林も騎手として復帰した。 1951年春より、国営競馬の平地最多勝利馬として、名を残すトラック王の主戦騎手となり、同年秋の菊花賞に優勝して、クラシック競争を初制覇。翌1952年秋には、小馬コンの最高競争天皇賞も制した。1953年には、新規開場した中京競馬場で、いち早く旧車を開いた、三尾さんに伴い、道場で行われた。 最初の競争の勝利騎手になっている。しかしやがて減量に苦労し始め、数多く騎乗できなかったこともあり、他に目立った成績を上げることはなかった。1964年に調教師試験に合格、騎手を引退し、調教師に転身した。騎手通算成績は、国営競馬が日本中央競馬会となった1954年以降で713戦95勝。 三尾さんの旧社で1年間研修を積んだ後、1965年より中京競馬場に自身の旧社を開業。1966年、管理場、はじめ流で北九州記念に勝利し、調教師として重賞初勝利を挙げた。1968年に関西人馬の拠点、立東トレーニングセンターが完成したことにより、同地へ移転したが、 以後も中共開催の重傷勝利に意欲を傾け、1971年には、高松宮信人対乱家の第1回、高松宮藩へ、旧社の看板場に等を出走させ、うちの一等俊作王で優勝を果たした。1970年代半ばからは、大競争での優勝こそなかったものの関西の有力調教師として定着し、1976年には、 自己最高の53勝を挙げて、初の最多勝利調教師となった。1983年、ロンググレースで、ヒンバ三冠最終戦のエリザベス上杯に優勝。1985年には、鈴鹿小判で、宝塚記念に優勝し、前年のグレード制導入後初めて GI 競争を制した。同年、年間41勝で2度目の最多勝利調教師を獲得。 1989年には、最多勝利調教師と、最多賞金獲得調教師の2部門を制した。1992年には、2月のダイヤモンドステークスで、ミスターシクレノンはアローガンテロングシンフォニーの所属場3頭で1.23着を占め、5月には、アドラーブルが優秀品馬に優勝し、調教師として、クラシック競争を初制覇。秋も竹のベルベットが、 エリザベス女王杯に優勝するといった活躍を見せ、最多勝利調教師、最高勝率調教師、優秀技術調教師の3部門を受賞した。そして1996年6月1日、不再地コンコルドで東京優秀を制し、通算8度目の挑戦で、ダービートレーナーの称号を得た。1999年、70歳定年のため2月末を、もって調教師を引退。 引退式は中京競馬場で行われた。その後は、その他競馬場所属の競争馬を数頭保有している場所となっていたが、2009年1月末に死去していたことが、同年2月19日付大阪スポーツの八谷薫のコラム、早耳マイクで明らかになった。その死は、小林の家族だけで静かに見送ってくれればいいという希望で、競馬サークル内にも、 ほとんど伝わっていなかった。管理場の出走回数の少なさが特徴として挙げられる。休ませるときはじっくり休ませ、万全に仕上がるまでレースに使うことをしなかったため、小馬になってから強くなる旧車、休み明けに強い旧車という定評もあった。小林は馬を万全に仕上げて、レースに出走させることを調教師として最も心がけていたといい、出走させるからには、 7、8分で使うこということはなかった。馬によってはレースを使いつつ調子を上げていかなければいけないのもいましたが、そうでない限り万全にしていました。それがファンに対する義務ですもんね。給与明けの勝率は多分一番だったんじゃないですかと語っている。こうした理念を一度だけ曲げたことがあり、それがふさいコンコルドで勝った日本ダービーであった。ふさいコンコルドは、 体温が安定しない体質であったためデビューが遅れ、勝ち上がった後も日本ダービー前に予定していた前哨戦を熱発で回避。日本ダービーまで残り2週間での急仕上げを行い、レース直前も競馬場への輸送が負担となって一時、熱発していたが、小林は勝負は土外しで出走に踏み切った。不再地コンコルドは、レースで一変し、安状、藤田真二の 120点の機乗もあって優勝したが、レース後に行われたインタビューでは、正直言って、こういう使い方をしたのは私も初めてですね。長年やってますけど2週間で仕上げて使ったのはネットの感想を語った。上記のほか、地方競馬で8000連勝。表彰主な管理場 GI 競争、貧馬三冠競争優勝場その他、重賞競争優勝場太字は,は、門下生。は、 旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。